はい、速稼塾の久保です。億万長者合宿をご覧の皆様こんにちは。まあそうですね、やっぱり自分の能力が高いと見せるのがまあブランディングなのかなと思いますけども、やっぱり私はね、等身大の発信が一番いいと思いますよ。等身大の発信ね、自分のありのままの姿を見せていくと、できることとできないことをはっきりさせていく、好きなことと好きじゃないことをはっきりさせていく、自分の向いてる方向と向いてない方向をはっきりさせていく、それが日々の発信になればいいんじゃないかなと思うんですよ。これなんでいいかっていうと、そういうふうな正直な発信をしてると、その正直な発信が好きな人がファンになってくれるわけですよね。でファンになってくれたらやり取りがしやすいわけですよ。でもですね、やっぱり自分を変に飾るとね、その飾ったイリュージョンな自分に対してのイメージで人がついてくるんで、自分自身もそのイリュージョンに合わせないといけなくなっちゃうんですよ。だから要するにイメージが一人歩きするってことなんですよね。SNS を私は主に使ってるんで、 YouTube にしても Facebook にしてもよく起きるやり取りなんですけども、2つあります。1つはですね、私の Facebook の投稿に対して文句を、ケチをつけてくれる人がいるんですよ。でコメントでドーッとケチをつけてくるんですよ。でダイレクトメッセージもたまに来ますと。でいろんなご指導いただくんですけども、私のことが気に入らなければ無理に見に来ないでいいですよって、あなたは賢いんだからもっと賢い人のところに行ったらどうですかと、私みたいなところに関わってるとあなたまでバカになりますよっていうふうなね、そんな返信するんですよ。だからね、そこでね、自分の方が分かってますよとか、いやいやあなたは誤解してますよっていうふうな議論になっちゃうと、もうその議論だけが続いちゃって、本質からずれて議論に勝つことが目的になっちゃうんですよね。だからそれはね、全く無意味なんですよ。多くの人は好きですけども、で議論に勝ったところで、相手を打ち負かしたところで、その人との関係良くなりますかってことは良くならないんですよね。で最近あった例なんですけども、 Facebook でね、私の記事にいろいろとね文句をつけてくれる、本当に細かくね記事にもう揚げ足を取ってコメントをつけてくれる人がいるんですよ。ほとんどのコメント私読んでなかったんですけども、でダイレクトメッセージが来て、久保さんはこんな極端な考え方してるけどそれは違うんだよとかね、こうずっと長い文章を書いてくるわけですよ。まあそれは私読ませていただいたんですけども、いやー何々さん、あなた賢いですね、なんであなたみたいな賢い人があなたの言うバカの私の記事を見てね、そこにずっとつけ込んでくるんですかと、あなたは賢いんだからもっと頭のいい人のところに行ってそことやり取りした方があなたのためにもなりますよってことを話したら、いやなんとなく気になって見ちゃうんですよと。で気になって見るのはいいけども、私頼んでないんで別に見なくてもいいんですよと。でもし見て文句をつけたいんだったら、あなたの記事で書いたらいいと思いますよと。私に伝えたくてしょうがないんだったら、それはすでにあなたは私のファンじゃないですかってことはお話したら、ぶっちゃけ好きなんですよってことになっちゃってね、いや面白いなと思いますよね。で、その方が言うのにはね、久保さんは何か自分が本当にね悪いことを言ってるのにそれに言い返すわけでもなくってね、本当に優しく受け止めてくださって謙虚で好感が持てますみたいなことを言ってくれるんですよ。で私はね、だから議論に勝つことはできるんですよ。キーワードはたくさん知ってますしね、キャッチコピーも書けますんで、それこそ言ったことの今度はこっちが上げ足取りをして論破することはできるんですけども、それには全く意味がないと思うんですよ。まずは人の気持ちを受け止めて、そしてそれは自分がねどう解釈していくのかってことを自分の頭の中で考えていくこと、そして、自分がねいつも正しいわけではないっていう自己否定論を持ってるんですよ。いろんな人にいろんな感じ方があって、その考え方っていうのを自分の考え方と違うからといってどっちか一つに決めなくてはならないってことは持ってないんですよ、そういうのは。ですからいろんな考え方があっていいなと思ってるんです。ただことビジネスに関してはアフィリエイトとかね ML とか FX に関しては正しい方の意見を採用しないと勝てないんで、お金が埋めないんで、それは強く言いますよ。アフィリエイトに対してあなたは勘違いしてますよと、それではアクセス集まらないし稼ぎませんよっていうことは話さないといけないんですよ、講師としてね、塾長としてですよ。でもそういうのまで塾生のこう考えを認めていったら、うまくいかない人の考え方を認めることに私がなるんですよ。そんなことはできないということなんですよね。だからこういうふうな自分のフィールドに対しては全然譲らないですけども、ただねどっちでもいいことに関しましては多様性を認めていこうかなというふうな感じですよね。で次に YouTube なんですけども、YouTube にも私にねいろいろコメントをつけてくれる方とか、 YouTube にケチをつけてくださる方が本当にいるんですよ。でもしね私の YouTube にいろんな異論があったりとか、それから作り方とか内容とかにね文句があるんだったら、じゃああなたの YouTube アカウント見せてくださいって話になるんですよ。参考にしたいんで、 YouTube ねその人はあんまり動画上げてなかったりするんですよ。だからそう考えるとね、やっぱりできてない人ってのはできてないことを誰かにこうやったらうまくいきますよっていう割には自分に対してはね言ってないなということなんですよね。少ない例ですけどもね。で、これ最後になりますけども、私のね YouTube があるんだったら、もう本当に久保さん偉そうなこと言うんだったら YouTube 見せてくださいよって言うんで、私は見せるんですよ。はいどうぞってね、いいじゃないですかね、チャンネル登録してくださいよね、その時はね。
私もハッタリで YouTube が あるって言ってるわけじゃなくて、本当にあってチャンネル登録がそれだけいて再生数が高いのもあってっていうことなんですよね。チームも毎日更新していると、うん、で私の YouTube にケチつけてくださる方とか Facebook にケチつけてくださる方、じゃあどっちがねやってるかってことなんですよ。その方の言うレベルの低い SNS の更新を私がどの頻度でやってるかってことなんですよ。じゃあ私にケチをつけてくださる方、私以上の質とか量でやってますかって言ったら、質も量もない、でも弁だけはね立つんですよ。こう弁論だけはね立つって言ってもね大したことはないですけども、ということなんで吉田さんもそうですよね。今チャンネル登録が3090人ですか、少しずつ増えてるの私見てますよ。3070人から増えましたよね、20人。そしてこのね3090人という方は少なくとも吉田さんの何かに興味を持って何かに共感してチャンネル登録ボタンを押した方なんですよ。広告でノリで押しちゃったとか、何かをもらえるからチャンネル登録したとか、そういうのではないんですよね。本当に吉田さんのことが好きだから登録した方ばかりです。もしくは嫌いだから上げ足を取りたくって登録した方ばかり。何にしても心をね持ってかれた人が3090という数字に現れてるんではないかなと思います。もう私はそれに比べてね、あの暗号通貨のトレンドに乗った部分がありますんで、今みたいな暗号通貨のトレンドがなくなったら、あの無反応な人ってのは多いですよ。だからそういう感じで、ね、チャンネル登録が実質的にはどうなのかなってことを冷静に自己否定論を持ってね見るってことも大事です。私は表現するときにはチャンネル登録1万人って言いますけども、実際にはねそんなにいないですよね。100人か200人が熱心に見てくださってるっていうのが私の動画のその中身なんではないかなというふうに私は深く認識してますんで、いやこれは10万人ぐらい目指さないと結局実質1000人になっていかないなっていうふうに思ってるわけなんですよ。だからチャンネル登録10万人っていう壁を2020年中に突破するというふうに私は自分に課しました。以上でございます。